皆さんこんにちは。今回は間違い探しです。左右の絵から3箇所の違うところを80秒以内で探してください。それでは全6問スタートです。1問目です。海水浴のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出します。右半分に一つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。ボールの色、水着のライン、水しぶきが変わっていましたね。それでは次に行きましょう。2問目です。ウサギとハリネズミのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。動物に2つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。ハリネズミの足、キノコ、ウサギの口が変わっていましたよ。3問目です。プール遊びのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。左半分に2つあります。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。4問目です。バーベキューのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。食べ物にはありません。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。見つけることができましたか？5問目です。夏のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。身につけるものに2つあります。終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。人手の色、サンダルの向き、そしてワンピースの肩紐が変わっていましたね。6問目です。ドライブマナーのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。人に一つあります。
終了です。答え合わせです。正解はこの3つでした。細かい間違いでしたね。それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった人はぜひコメントしてくださいね。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布していますよ。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。